旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のジュミーです。今日はぜひ買ってほしい宮崎旅行でおすすめのお土産14選をご紹介していきます。観光旅行の楽しみの中にはその土地の素敵なお土産探しも。でも何でもかんでも買いまくるわけにもいかず結構迷ってしまいますよね。宮崎に観光した際にもお土産にしたい名物などがたくさんあります。今回は買い忘れると後悔してしまう宮崎旅行でおすすめのお土産を14選でご案内させていただきます。お菓子などの食べ物は海外への持ち込みが制限されることもあります。実際に買う前に国際線で OK かお店や検疫に聞いてみてくださいね。この動画で紹介されてないおすすめがありましたらぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まず最初にご紹介するのはシーズン黒豚肉巻きおにぎり。宮崎が誇るご当地グルメなのが肉巻きおにぎりです。黒豚肉巻きおにぎりは南九州産の黒豚を特製ダレにじっくり漬け込みご飯に巻いて仕上げます。黒豚の旨味と甘辛ダレがご飯に染み込んで絶品の美味しさです。宮崎ではお酒の締めに食べるのが一般的なようです。お土産にしても喜ばれる一品ですね。購入は宮崎空港、宮崎駅のキオスクなどでどうぞ。次にご紹介するのは元祖帯天本舗帯天。帯天は日南市帯の名物です。江戸時代から食べられていたと言われる宮崎を代表する郷土料理。近海で獲れた魚のすり身に豆腐、味噌、黒砂糖を加え油できつね色になるまで揚げた練り物です。ほんのりと甘みがついているのが特徴ですね。元祖帯天本舗では昔ながらの伝統の製法で一つ一つを丁寧に仕上げています。元祖帯天本舗本店や宮崎空港店で購入ができます。次にご紹介するのはスモークエース鶏炭火焼き。宮崎地鶏は宮崎を代表する鶏肉です。その地鶏を使って作られたのが宮崎鶏炭火焼き。スモークエースは宮崎鶏炭火焼き発祥の店で知られる燻製専門店です。人気ナンバーワンの鶏炭火焼きは宮崎県産の国産鶏もも肉を主に特製のスパイスで味付けた上伝統の燻製素彫り製法で作られた一品です。これぞ炭火焼きという風味と香りが人気です。宮崎の焼酎とともに召し上がってください。ひむかや宮崎空港店、宮崎空港1階売店、搭乗待合室内売店などで購入できます。次にご紹介するのは三井市日向夏ドレッシング。宮崎を代表する特産品の一つが日向夏を使ったドレッシングです。日向夏の果実と玉ねぎをふんだんに使ったドレッシング。上品な酸味と爽やかな風味が素材の旨味を引き出します。サラダ、マリネ、カルパッチョなど幅広い料理で活躍してくれる万能ドレッシングです。お土産にも最適の一品です。購入は ANA フェスタの宮崎ロビー店などでお願いします。次にご紹介するのは日向農業協同組合宮崎マンゴージャム。宮崎のフルーツといえばすぐに思い浮かぶのがマンゴーですね。その宮崎県産のマンゴーをふんだんに使って作り上げられたジャムが宮崎マンゴージャムです。素材の良さを十分に生かした美味しいジャム、それが作れるのはマンゴーが名産の宮崎ならではのことですね。そのままパンやヨーグルトにつけて食べても美味しいですし、お湯を入れて飲んでもグッドです。宮崎空港などで購入できます。次にご紹介するのはお菓子の日高なんじゃこら大福。宮崎のご当地グルメスイーツ編では欠かせないのがなんじゃこりゃ大福です。有名なお菓子の日高の看板商品、発売当時から累計で900万個以上の売り上げを誇るロングセラー商品なんですよ。大ぶりのいちご、栗、クリームチーズを粒あんで包み込んだ大福、しっかりと食べ応え十分の和菓子です。本店、宮崎駅、駅町一丁目店などお菓子の日高各店舗でご購入ください。次にご紹介するのはマスモト辛麺&激辛麺セット。辛麺は宮崎県延岡市で生まれたご当地ラーメンです。一度食べたらやみつきになると噂のラーメンなんですよ。宮崎県産のニンニクと唐辛子がこれでもかと入ったスープにニラとひき肉を加えて麺と合わせました。辛党にはたまらないラーメンですね。小麦粉とそば粉などを合わせた麺は食物繊維もたっぷりと入ったこんにゃく風の食感が特徴です。旨味たっぷりのスープは雑炊で食べてもグッド。
購入はマスモトの宮崎本店や延岡本町店ほか、マスモト各店舗か宮崎空港などで購入できます。次にご紹介するのはばあちゃん本舗宮崎チキン南蛮カレー。宮崎県を代表するご当地グルメなのがチキン南蛮です。そのチキン南蛮とカレーを融合させたのが宮崎チキン南蛮カレー。宮崎県産の豚ひき肉を使ったカレーに、地元産の若鶏で作ったチキン南蛮にタルタルソースをかけていただきます。チキン南蛮カレー協議会の公認商品に認定されています。購入は宮崎空港、 JR 都城駅売店、宮崎物産館、道の駅フェニックスなどでどうぞ。次にご紹介するのは野崎漬物テゲテゲ漬け。テゲテゲ漬けは2012年の T1 グランプリで最高金賞を受賞した商品。宮崎のご当地グルメとしても有名です。テゲテゲとは宮崎弁でそこそこ適当にという意味。宮崎県産の千切りにした大根と高菜、きゅうり、らっきょう、生姜の5種類の野菜を細かく刻んでじっくりと漬け込んで作った漬物です。さっぱりとした梅酢味の一品ですよ。野崎漬物の宮崎駅、駅町一丁目店などで購入できます。次にご紹介するのは白玄堂茶バロア。茶バロアは宮崎県産の釜炒り茶と蜂蜜をたっぷりと使った白玄堂のオリジナルスイーツです。創業20年の白玄堂は宮崎のお茶の魅力を伝えるお茶屋さん。そこが製造する茶バロアは滑らかなババロアの上に濃厚な釜炒り茶のソースがかかった2層タイプのスイーツです。宮崎のお茶の美味しさが味わえるスイーツとしてお土産にも人気の商品です。白玄堂茶屋か宮崎空港で購入できます。次にご紹介するのは真渡りの餃子もっちり餃子。2015年の全国餃子購入量は浜松市と宇都宮市に次いで宮崎市が第3位なんです。餃子の真渡りは高鍋町にある餃子専門店。宮崎県産の野菜と国産の合いびき肉で作った餃子が人気です。ふっくら皮に焼き面がカリッとしてジューシーな餃子の旨味があふれます。お土産セットには特製ラード、餃子のタレ、ラー油が入っているので自宅で真渡りの餃子が味わえます。真渡りの餃子各店舗やフーデリー各店、宮崎空港などで購入できます。次にご紹介するのは味の蔵や辛いも団子。辛いも団子は宮崎特産品の辛いもをつきたてのお餅に入れて丸めた後にきな粉をまぶした人気の郷土菓子です。上品な甘さの粒あんが入ったものとあんなしがあります。お芋の優しい甘みで心からほっこりできるお菓子。宮崎のふるさとの味が楽しめる辛いも団子、お土産にも最適な一品ですね。味の蔵屋の本店工場、レマン店、宮崎駅、駅町一丁目店、宮崎空港ビル売店などで購入できます。次にご紹介するのは肉の福島極上スパイス喜び。極上スパイス喜びは宮崎県都城市にあるお肉屋さん肉の福島が考案の上製造している調味料です。お醤油を粉末にして胡椒、ガーリック、パプリカ、オニオンなど15種類ものスパイスをブレンドして作り出された万能スパイスです。お肉はもちろんサラダやパスタなどの様々な料理に活躍してくれる魔法の調味料です。肉の福島、宮崎観光ホテル、霧の蔵ブルワリー、宮崎山形屋、都城道の駅などで購入できます。最後にご紹介するのは雲海物産鶏のささみ燻製。雲海物産の鶏のささみ燻製は宮崎県産若鶏のささみに宮崎県日向産の海塩で味をつけ独自ブレンドのチップで燻製にした一品です。表面は香ばしく中はしっとりと出来上がっています。あっさりとした塩味が鶏の美味しさを引き立たせる美味しさですね。薄塩味のほか黒胡椒や柚子胡椒味もあります。鶏のささみは健康的で美肌効果も高いのでお土産にしても喜ばれますよ。宮崎空港や宮崎物産館などでお買い求めください。今回はぜひ買ってほしい宮崎旅行でおすすめのお土産14選ということで、宮崎に旅行した際には忘れずに買いたいお土産をご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。どこに旅行しても頭を悩ませるのがお土産でも、ご当地グルメや人気のお菓子などをチョイスすれば間違いありませんね。送って嬉しく、もらって喜ばれるグッドなお土産を選んでくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。
最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。